南アフリカの地方と都市ではどういった生活スタイルの違いがあるのかとか。Train system, oh my god, in South Africa. 農村部の方が、暮らしやすいかなというふうに思います。都市部と、今ドゥドゥちゃんがいる地方ですね、リンポポ州の方なんですけれど、地方と都市ではどういった生活スタイルの違いがあるのかとか、環境的な違いがあるのかとか、そのあたりを教えてもらえますか。 City life、I think it's はい、すごく大きく違いますと、都市と、まあ、農村の暮らしっていうのは、都市部っていうのは本当に今世界中共通していると思うんですけれども、南アフリカの都市部もやっぱり同じで、やっぱりいろんなもののスピードが速いです。そしていろんなものにすぐにアクセスできるということはあるし、何でも手に入ります。で、例えば公共交通手段も、南アフリカではタクシーと言われるミニバス、まあバンみたいなやつ、乗り合いタクシーなんですけれども、それがあってすぐどこにでも行けます。一方農村部っていうのはやっぱそういうものがなくって、公共交通機関っていうのは、同じようにタクシーとバスがあるんですけれども、まあそれに乗ってどこかに行こうと思ったら永遠に時間がかかるっていうふうにまあ言ってたんですけれども、めちゃめちゃ時間がかかるんですよね。で、そしてやっぱりそんだけ少ないのに高いっていうのがあって、人々にとっては乗るのが難しい乗り物で、なので結構多くの人がヒッチハイクで移動をしたり、しています。で、またあの農村タクシーっていうのは、終わるのが早くって、17時、まあ夕方の5時ぐらいには、家に向かったりとか目的地に行く移動をもうこう始めてないといけなくって、で19時にはもうそれらの公共交通機関がないっていうことをちゃんと知っておく必要があるんですけれども、都市部では、そういうことはなくって、まあ、22時ぐらいでも、まあ、いろいろなところに移動する手段っていうのがあります。ただ都市の、課題っていうのは渋滞がやっぱりすごくて、で、まあ、多くの人が車も持っている、まあこれは農村部もなんですけど、多くはないかも、都市部は多くの人が車を持っているので、やっぱすごく渋滞があるというのは、まあ、課題かなと思います。でも、そう、都市部と農村部の暮らしをこう観察したときに、これはあくまでも、私自身の個人的な見解なんですけれども、やっぱり、農村部の方が、暮らしやすいかなというふうに思います。というのはまだやっぱりコミュニティっていうのがしっかりしていて、そこでのこう人同士の相互のサポートっていうのがあるんですね。で、例えばこうお葬式をしようと、お葬式の場合とか結婚式の場合っていう時に必ずコミュニティの人がいろいろとお手伝いしてくれますと。でも一方で都市部っていうのは常にやっぱり個々人で、何か自分が課題を抱えていても、なんかこうそういったサポートシステムみたいなものがこうなんかまあ家の近くとか近所の人々とあるわけではなくて、何をするにもやっぱりお金が必要っていうことがあります。で、例えば同様に、まあ、結婚式とか何かお葬式しようと思ったり、また何かのために人の手を借りようと思っても、全てがお金がかかるっていうことが、あります。で、そういう意味で、私にとってはやっぱり農村の方がこう居心地がよくって、いろんなものへのアクセスが、ないとか、まあ、すごく何するにも時間がかかるっていうのがあっても、生きていく、まあ、方法っていうのが農村部にはあって、そうやって人々がサポートしているから、やっぱり農村部がいいかなと。で、例えばまあ南アフリカは結構まあ土地がまあ広いんですけれども、食料を作れば生きていけますし、あとはコミュニティがあるので、まあ、なんとか生きていくことがあるんです、できるんですけれども、都市部っていうのは、まあ、そうしたスペースもありませんし、みんな、働く、まあ、お金を得るために働くので、まあ、そういったこともこうしてないということで、私としてはやっぱり農村部の方がいいかなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。東京とかだとこう、まあ、車もいっぱい走ってますけれども、電車とかでの移動が結構多いですけど、地方に行くと車社会で、どこに行くにも車がないとなかなか行けない。で、年配の方でもその車を持ってて運転するっていう方が多いんですけれど、
南アフリカの場合はその車も持ってる人がやっぱり限られてるっていうところで、その乗り合いの、タクシーですね、それに乗っていかないといけないし、その、まあ、乗れる、終わってしまう時間 もう夕方には終わってしまうというところで、なかなか移動するっていう意味では大変なのかなっていう気がしました。ただ日本人よりもやっぱその結びつきというか、人と人、家族と家族、その仲間たちのでのこの助け合いとか、そういう精神がすごい強いというか、共に支え合いながらこう生きていこうっていう、そういうのがすごいしっかり、根っこにあるんじゃないかなっていうのを、今の、まあ、特に田舎の話ですよね、それを聞いて感じましたね。And train system, oh my god, in South Africa, it's a big problem because it's not reliable. And 仲間さんの話を聞いて、こう、なーの、まあ、電車のシステムっていうのはって言って、こう、笑い出してしまったんですけれども、まあ、信用できない最悪なものだということで、本当はすごく電車が一番安いんですけれども、から、使いやすいはずなんですけれども、常に止まるんですね。でなぜかっていうと、そのケーブルありますよね、電気とか走らせてる。あれが、しょっちゅう盗まれるんですよ。なので、しょっちゅう止まって、例えば職場に行けないとか、時間に遅れるとか、ストップするっていうことがしょっちゅうあるので、全然信用ができなくて、使えないものですと。で、もう一個は、南アフリカっていう、まあ、広い国で、農村部にはそういう電車っていうか、まあ、そのレールはないんですけれども、どういうふうに導入できるのかなって思うと、多分難しいんじゃないかなっていうのは、そもそもまあ広いので、駅に行くのにみんな交通手段がない。で、要はその駅に行くのに何かしらの交通手段を持って行かないといけないので、一方でも都市部だと、それが距離が近くって、しょっちゅうタクシーが走ってたりするから、まあ、少し歩いたらいいし、行けるんですけれども、やっぱ農村部ではそういったことが難しいのかなっていうふうに思っています。で、もう一つがやっぱ長距離電車っていうのもあるんですけれども、これがやっぱりまだすごい危険で、常にまあ犯罪の温床っていうか、で、なぜなら、大体その長距離電車っていうのは、では、夜行電車なんですけども、で、その都市からこう田舎に行くときっていうのは、みんなこう食料だったり、お金だったりっていうのを家族に持ち帰るっていうことが分かっているので、そこが、まあ、そのロバリーって言って盗みを働くのにすごくいい場所にこうなってしまっていて、だからその電車っていうのは信頼できませんと。ただこんなこと言いながら、実は私の弟はその電車の会社でレールウェイ鉄道会社で働いていますっていう。My brother is working for that situation on the train company. 鉄道のケーブルが盗まれるっていうのはやはり日本ではないと思うので、そこはやはりなだなっていうところでちょっと We don't have such case of robbery in Japan. Robbery of cable in Japan. サプライズ。まさにその点が、南アフリカ社会の、大きな課題です。虫のマーケットっていうのはどのような虫を売っていて、はい、それって食用、ね、はい、私たち JVC アフリカチームは新たな仲間を募集しておりますので、ご興味のある方はメッセージをお送りください。